お疲れさんでしたな。今日はどんな一日やった？同じような日でもちょっとずつ仕事るさかい、まあいろいろとあったやろね。うちといるときはそういうもん全部忘れて、のんびりゆるゆるとろけてしまったらええんよ。深く息を吸い込んで、ゆっくりゆっくり吐き出して、体の中の空気全部抜いてしまうみたいに、ゆっくりゆっくり全部吐いて。空っぽになったら深く深くしぼんだ自分を膨らませるように、息を深く吸い込んで、ゆっくりゆっくりいっぱいに膨らんだら、ちょっとだけそのままで、ほんでまたゆっくりゆっくり吐き出して、疲れも嫌なことも全部全部吐き出して、ぺしゃんこになるまで吐き出して、空っぽになったら自分が割れてしまわんように、ゆっくり、深く、新しい空気で自分をたっぷり満たそうな。お疲れさんでしたな。おやすみ。